ナウブコータドキナニャ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 。はい、ちゃんと歌ってください。ダーシマ動画チャンネル。どうも、ダーシマ動画チャンネルのパパです。ママです。はい、なわけでね、今年の仮面ライダーとスーパー戦隊の夏映画ね、こんな感じですよ。なんじゃこれ。劇場版仮面ライダージオオーバーザコッタツアーツアーターじゃないよってこと。今ザって言わなかった。オーバークォーター、オーバークォーター、仮面ライダー、ジオ、オーバー、バー、クォー、クォーター。はい。というわけで、今年もあの曲のタイトルが、主題歌のタイトルが映画のサブタイトルになるということで。はい。こんな感じ。で、リュウソウジャーは The Movie。タイムスリップ、チューリッパネック。はい。はい。巨大隕石から地球を守れ。この黒いのなんだろうね。黒いやついるけどね。まあ順番にね、見ていきましょう。はい。まあジオウもね、リュウソウジャーもね、今年はね、2作品とも過去に行きます。うん、結構あの仮面ライダーシリーズもそうなんだけど、あの過去行くこと多いよね。多いね。うん。で、プレゼント付き前売り券がね、もう出ております。これがね、ホップステップジャンピングヒーロー。ホップステップジャンプ飛び出すソロということで、ここ数年ちょっとこっちの前売り券買ってないね。買ってない。しばらく買ってないかも。あ、買ってないんですよ。今年も買いません。はい、はい、で、こっちはもう絶対買うやつよ。こっちプレミア特典付きマイルウェイケン。はい、7月6日土曜日からですね。はい、まあいつも通りのムビチケと、おもちゃついてくるね、マイルケンね。で、今年の限定グッズはデラックスデモクライマックスホームライドウォッチということで、こっちがジオで、リュウソウジャーが占いソウルとムービーソウルのセット2つついてくるということで、はい、値段が1000円ぐらい違う。そうだね。まあこれはしょうがない。これ全国で全体で5万セット限定、うん、今まではさ、仮面ライダー何万セット、スーパー戦隊何万セット、うん、細かくあれだよね、仮面ライダーの方がちょっと多かったんだよね。そう書いてあったんだけれども、うん、今年はね、全体合わせてなんだね。ということでさ、どっちが何万セットあるかわからないわけよ。今だって全国で合計5万セットでしょ。うん、競争率高いかな。思いっきりジオの方少なく作ってたよ。あ、いやだ。でもほら、あの各バージョンを1人様2セット計4セットまでご購入いただけますって書いてあるから、もう今回は決まってるんだね。そうだね、これ毎回じゃなかったっけ。今まで3セットじゃなかった。そうだっけか。うん、まあでもね、ジオウというよりかは電王の人気がまだ根強いと思うから、ここは結構争奪戦になるんじゃないかなと思う。で、どうせ結局あれでしょ、クライマックスフォームのライドウォッチなんて映画に出てこないんだよきっと。前回さ、タジャドルだったじゃん、ね、うん、映画の前より、うん、でもさ、期待していったらさ、タジャドル一つも出てこないな。関係ねえじゃんと思って。まあでもやっぱりしょうがない。なんか何かしらこう映画に関係するさ、ライダーのライドウォッチが良かったんじゃないの、方がいいよね。うん、今回だったらちょっとマッハのなんかあれとかさ、うんうん、ね、デラックスバージョンのマッハみたいなさ、うんうん、そういうのを期待していたんだが、まあいいんじゃないかな。うんうん、うん、占いそう、ムービーそう、この辺はなんかちょっと映画っぽいよね。そうね、うん、しっかりちゃんと映画の限定のグッズって感じがする。うん、リュウソウジャー好きだわ。でね、入場者プレゼントもこんな感じ。ああ、ダブルヒーローチェンジングカードセットって何。え、こうあれじゃないの、こう傾けると、あ、柄が変わるやつか。変わるやつじゃないの。ああ、なるほど。そのうちの2枚が入ってんだって。全部で6種類だって。コンプするには3人で行って全員がバラバラなやつだったら OK。 うん、じゃあうちは、あーちゃんがチケット代がかかんないからもらえないっていうことで4人で行くから、まあ最悪1個かぶっても大丈夫、うん、2個以上かぶったらもう、そうだね、はい、ありえるからね。でもなるほど、これも欲しいね。これは70万セット限定。
うん、意外と残ってんだよ、ね。うん。はい。な感じです。でね、ロッピーのオリジナルグッズ付きのマイル券も出るということで、こちらも見ていきましょう。それが、これだ。ロッピー限定、劇場版仮面ライダージオ、オーバークルーツ、オリジナルグッズセット、ということで、見てくれ、アマゾンス、オメガ。ライドウォッチがついてくるやん。おう、ポカンだね、ママね。うん、アマゾン見てたいもん。そうですね、このお家でアマゾンズ見てたのは私、田島パパだけでございます。そうね、みんなね、平成ライダー平成ライダー言うてるけどね、この人も平成ライダーだからね。一応地上波ではお目にかかれないけどね。これ絶対朝の9時とかに放送しちゃいけないやつだけど、この人も平成ライダーなんだよ。守りたいものは守る、第3のアマゾンライダーはアマゾンオメガだ。これは待っていた、これは待っていた。だが絶対映画に出てこないよね。出てこないよね。前回もね、ハザードね、ビルドのハザードフォームのライドウォッチだったんだけどさ、ハザードも出てくんなーなんて思って見に行ったら一つも出てこなかった。はい。で、それにプラスしてこれもまあお決まりというかね、キーホルダーね、ついてきます。これはね、ムビ、このムビチケ、ローソンのチケットは選べるんだよね、いろいろね。大人だけっていうパターンもいけるやつだよね、確かね。そう、一般承認。うん、そう、だからこっちのさ、こっちのセットはさ、これ絶対キッズのあれがついてくるんだよね。親子ペア券なんだよね。親子ペア券だと思うけど。あれ違うのかな。ムビチケ一般券プラスって書いてある。あら、変わった、今年は変わった。あ、ちょっと待って待って、全然その辺見てなかった。あれ、じゃあ大人だけ。あ、一般ってことは大人だけなのかも。あー、え、親子ペア券の方が良かったな。はいはいはい、だそうだ。あ、だからあれ、値段なんか安いなと思ったんだよね。そうだってさ、あ、違う、そう、ふと思った。ビューソージャーの方は安いなとは思ったの、うん、だって普通に映画見てさ、1900円ぐらいだっけ今。そう、だって1800円1900円でしょ。で、前売りで1400円とかなんだよ、うん、で、それに、ま、子供でちょっと入るじゃん、うん、ちょっとっていうか、まあ、1000円までいかないけど。だから今までさ、4000円ぐらい、4000円とか5000円ぐらい、5000円しないぐらいの前売り券だったよね。そうだっけ。あ、そっか。あららら、これはいいと思う、逆に。だって毎年おっきいお友達がいっぱい並んでるけどさ、並んでる、子供券無駄にしちゃってるでしょっていう人とかいるじゃん。うん、いるいる。そういう人たちのためのこの救済策っていうのは本当にね、毎年言われてて、どうにかしてくれってね、みんな言ってたじゃん。これはいいと思う。子供の映画だから種類作ったらいいと思う。うん、そうだね、それはあるね。ムビチケの一般券、承認券、親子ペア券でプラスいくらでこのセットがつくよっていうのにしたら、みんなそれぞれ選べるんじゃないの。これちょっとわかんないから、あとで問い合わせようかな、映画館とかにね。そうだね、一般券しかないんですかっていう、うん、はい、らしいよ。今年は大きいお友達にも優しいシステムになっております。はい、で、これね、アマゾンオメガライドウォッチ、これはまあ映画館の前で並ぶとかさ、そういうのじゃないからじゃない、ね、とりあえずローソンのロッピーで買えれば OK だから、そんなに慌てる必要はない。うん、はい、で、こっちがリュウソージャーの方だね。あ、お絵かきボード&マグネット。うん、でもね、あれだね、こっちのさ、チケットがさ、大人だけだったらさ、うん、毎年こっちは買わないんだけど、リュウソージャーとか、まあ、戦隊はほとんど買わないんだけど、買わないね。あ、子供？うん、これ買ってもいいかな、うんうん、って思った、うん、そうだね、だって別にどれ買ってもこれはつくから。そう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 、だからこっちで大人券買って、うん、大人しかないならでしょ。ああ、うん、どうせどっちも買うからこれね、うんうん、2枚、大人券2枚でしょ、うん、で、こっちを子供券、子供券にすればうちは OK じゃないのかなって思った。ああ、ね、お、いいじゃん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 いいよということです。はい、はい、とりあえずこれで映画の前売りの情報は全部かな。ここからは余談です。ガシャポンライドウォッチ18がそろそろじゃない、まだまだだった。
下旬だね。下旬ですね。下旬に出るよっていう情報がね載っておりました、はい。今回はディケイドライドウォッチ、ゼロノスライドウォッチ、ガイム、ジンバーレモンアームズライドウォッチ、ディープスペクターライドウォッチ、ディケイドとゼロノスのキラキラメッキバージョンの全6種。ここ熱いね、ここのラインナップ。ここ全部好きだわ。お、ラバーマスコットも。ええやん。はい。でね、あと、ライドウォッチの情報といえば、アナザーライドウォッチセットボリューム4が7月の22日、予約開始するよっていう情報。で、ラインナップはまだ出てない。で、あと、竜ソージャーの方からは、映画の騎士竜鎮が出るよっていうお知らせが出ておりました。まあ、これは毎年恒例の、ね、色違い系だよね。そうだね。うん。で、これがね、あ、まあ、ティラミーゴの色違いなんだけど、色違いって、まあ、パーツもちょっと違うんだけど、ディノミーゴ。へぇ。で、コブラーゴっていうのが、プラスパーツでついてる。コブラーゴ。あ、これだ、これ。これ。ブラーゴ。このゴールドリューソールっぽいやつがビュービューソール。でもなんかさ、ちょっと顔がさ、ガイムっぽいね。ガイムっぽい。あ、そうね。ガイムっぽい。で、あとね、これプレ版で来るんだと思ってたんだけど、外装券がね、一般で出るみたい。おもちゃショーで見たじゃん。うん。ね、これ系は絶対プレ版だろうって思ってたんだけど、これは9月下旬だからまだまだ先です。で、これにはね、ガイソールと、恐竜ジャーソール。ここに来たか。レジェンド系。ね。恐竜ジャーソールがついてくるそうです。ラジマ！はい。そんなわけでね、今日は仮面ライダーとスーパー戦隊の夏映画の特典だったりとか、最新おもちゃの情報を見ていきましたが、楽しみだね。うん。はい。まあ、今年はプレミアマイル券の売り方がちょっと変わったということで、これは素晴らしいと思います。ね、うん、毎回セットでね、いっぱいチケットが溢れて大変な思いをしていたので。確かに。はい。こういういろんなね、こう選べるっていうのはいいと思います。はい。はい。とりあえず私たちはまた7月6日並びます。はい。映画館の前にいます。はい。はい。皆さんも頑張ってゲットしましょう。はい。そんなわけで今日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。おすすめの動画もよろしくお願いします。そんなわけで今日はこの辺で。バイバイ。